これはデモ音声です。写真拡大、阪神の矢野明弘監督52が30日、新庄氏の日本ハム監督就任を喜んだ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。興味を持ってもらうという部分では申し分ないというか。株式会社 AI によるデモ音声です。特に、今は期待値しかないじゃん。これはデモ音声です。どんなことやってくれるんやろうって。株式会社 AI が提供するデモ音声です。現役時代の1998年から3年間、同じ縦縞を着たチームメイトの采配に興味津々の様子だ。これはデモ音声です。一方で3年間チームを率いてきた先輩として監督の難しさも説いた。株式会社 AI によるデモ音声です。面白いこととか新庄監督しかできないこともあるやろうけど、それだけではやっぱり難しいと思う。これはデモ音声です。そこに勝たせるとか、そういうプラスアルファが必要になってくると思うから、それは試行錯誤してやっていくことになるんじゃないかなと見通した。これはデモ音声です。中日の立浪新監督についても、俺も現役時代一緒にやらせてもらっているけど、監督になるのに何の問題もない考え方や見る目線を持っていると思うと言及。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ドラゴンズの課題って打つ方だと思うんでね。これはデモ音声です。大きく変化をもたらしたいと思っていると思うし、変わっていく可能性は十分にあるんじゃないの、と警戒して。